深夜の鉄道駅。時計は23時57分を示している。深夜は夜深くの時間帯。夜更け、進行、夜半とほぼ同じ。また、まさこを意味することもある。0時を過ぎた深夜は、正確には翌日だが、深夜と呼ぶ場合は前日として扱われることがある。天気予報では、深夜という言葉は使わず、翌日零時までは夜遅く、それから三時までは、 未明、3時からは明け方と呼ぶ。報道でもこれに準じることが多い。0時以降の深夜は、日付が曖昧なこともあり、日時を示す、様々な表現がある。次の表現はすべて同じ日時を表す表現である。日付は誤解されやすいので、前日と扱う表現と翌日と扱う表現を、平記することもある。正式な場面やデジタル時計では、 通常の24時間制か12時間制を使って、翌日の日時として表現される。12時間制で、午前、午後の代わりに、朝時、昼時、夜時などという場合は、0時以降は深夜時といい、前日の日付として扱われることが多い。例えば、12月15日の深夜1時は、12月16日の午前に1時を意味する表現として扱われる。 翌日の日付として扱う場合は、未明時や明け方時という、24時間制の場合、24時を超えて25時26時、等と延長した表現を使われる。日本では、ラジオテレビ等の放送において、1日のプログラムの開始を朝5時から6時頃としたまま、深夜側が伸びて、日付をまたぐようになった、という歴史的事情から、前日の日付として、 深夜の時刻を簡潔に表すためによく使われる。30時間制を参照のこと。ありがとうございます。